テープ大久保チャンネルです。ダンスのステップの基本は、ステップの基本ですか、あ、ツーステップですかね。ワン、ツー、スリー、ん、足をこう開いて閉じる、開いて閉じる、はい、そうです。右左、はい、はい、そうです。はいはいはい、レッツゴー、レッツゴー、行きましょう。それでいいの。はい、そうだろ。まずはこれです、基本は。右左、右、はい、左、そうです。ところで今日は、今日はですね、衝撃のトレード。このトレードはね、はい、もう衝撃だったね。ちょっと見せていただきましょう。こちらですね。これ、はい、俺ね、調べたらね、はい、2年目だったの、プロ入って。あ、はい、1986年。そうで、しかも、うん、落合博満さんに、うちのおふくろが、まあ、俺の水戸商の先輩で豊田康光さんっていう伝説になった西鉄のレギュラーだった方がいて、はい、先輩が広岡監督に、うちの後輩でいいのがいるぞって言ってくれて、ラウンドの人が、スカウトの方が来てくれてっていう経緯がある。その豊田康光さんが、はい、落合さんに3冠を取ったらハワイ旅行連れて行ってやるって約束したらしく、うちのおふくろもなぜかその豊田さんの経由でその旅行に参加すると。もうおふくろは自費だけどね、はい、でだってハワイ行くってなってたの、はい、俺高校の時、はい、そのつながりがあるんですね。すげえな母ちゃんと思って、はい、まあ、もちろん落合さんは知ってるから、はい、ロッテの、すげえな母ちゃんと思ってたの、はい、そしたらなんと空港についてさあ旅行行くぞって言ったら、豊田さんがパスポート忘れたらしく豊田さんは行けなかったみたいで、行けなかったんですね、その便に乗れずに、はい、でおふくろたちは旅行行ってるうち、落合さんの奥さんとうちのおふくろがすごいよくしてもらったみたいで、で実は息子がドラフトかかるってなったんで、はい、ドラフトかかった後に、うん、落合さん家に呼んでもらったの。お宅に、家に、おふくろと俺で行って、はいはい、俺なんか何着てってくれもいいかも分かんないけど、一生懸命スラックス履いてさ、もうほぼスーツで行ったの、はい、持ってないんだよそんなの。いや高校生ですもんね、うんうん、で落合家の鍋があって、伝統の辛い鍋があるのね、石鍋で炊く、うん、はい、それをもう奥様が作ってくれて、うん、落合さんが取り分けてくれて、うん、あ、捨てたくなってきてたら、落合さんが、はい、ロッテのアンダーシャツ、今ってさ黒のアンダーシャツのチームはもう今全部黒なんだし、はい、ライオンズだって青だから全部青なんだけど、昔は袖だけがそのチームカラーで中は白だったの、アンダーシャツって。そうだったんですね。それがもうそれが当たり前だったの。ドイツカラーじゃなかったの、はい、でその時にその落合さんとこの犬とか抱っこしたり、落合さんと写真撮ってもらって、いまだに実家に飾ってあんの。あんの、その写真大切にしてあんの。あ、それは宝物です。そう、うん、それから落合さんにすごい可愛がってもらって、その後、はい、お前ここは母ちゃんいなくても来れんだろうと、ああもちろんですっつってまた呼んでくれて、うん、ってことはだって寮に電話くれなきゃ俺と繋がんないわけじゃない。はいはい、プロ入っても、はい、それで呼んでもらって、俺現役の時も、うん、あの落合さん家でご飯をごちそうになったりして、まだ福士君がいない時だったんだけどさ、はいはい、俺ってすごいなと思ってたの。そしたら、はい、トレードじゃんですね。あんな伝説の人がめちゃくちゃ優しくて、うん、全部取ってくれたから、はい、自分で取らせたことは一遍もないの。落合さん何回言っても自分で取れって言わないの、出せ出せってついてくれて、素敵なことですね。はい、これじゃがいもも食えよ、これも食えよって言って、うん、であとはもう黙ってるの落合さんって。だから名古屋にトレードになった後も、名古屋に、落合さんの家が今度あるわけ、一軒家だったんだけど、あ、で俺名古屋行くって、はい、落合さんに電話したら、落合さんが家来いって言うから、俺も無頓着に、はいって言って、じゃあ何日にで何時の新幹線で着くんで何時に行きますって言ったんだけど、はい、名古屋球場で近鉄でやるのに、はい、中日がいるはずないじゃん。あ、そうですねなのに俺落合さんって言って奥様とその奥様の知り合いたちと家で、奥様のまたその鉄鍋、あの石鍋とごちそうになって帰るぐらい買いがってもらってる時に、この落合さんがトレードになったわけじゃん。そのまず買いがってもらってる時、トレードってその当時はもうなんか放出っていう言葉、もう放出されるっていうぐらいいいイメージはなかった。昔トレードってもう最近もトレードって出すって感じだけど、俺が思ってるのはもうレンタル移籍でいいんじゃないかっていう。どうせ今自分のチームで使えないんだったらこっちで使ってくれればっていう。っていうのも俺、中畑さんが監督で、俺が楽天のバッティングコーチの時、増田慎太郎っていう子がなかなかその楽天じゃ出番がなかったから、中畑さん電話して、師匠増田ちょっとレンタルで使っといてくださいよって。いやお前使えんのか、絶対使いますって。バッティングはめちゃくちゃ使えるから、ファーストでも何でもいいです。守備はもう全然ダメだけど、ファーストでボール取るぐらいはいつでもできるから。で高木豊さんもヘッドコーチだったから、豊ちゃんも電話して、豊ちゃん取った方がいいっすよって、うちで使えねえんだから使ってもらっといて返してくれりゃいいじゃないですかって、はい、今絶対戦力になりますよ、ベースラーとか今打てないんだからって言ってたら、まあまたちょっと検討するわって言って、結局球団も絡んで話したんだけど成立せずに、で増田も
そっからバー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 って打ち出したの、はい、また市長で今来て取っとけよかったなってだから言ったじゃないですかっていうそういうトレードの話とかもあるんだけど、はい、これは衝撃的なトレードなわけ、はい、あのね稲尾さんのことを落合さんはすごい稲尾さんっていう本当に伝説の人がいるのね知ってる神様仏様稲尾様って言われたそうだったんですねもう西鉄でも何連投もして優勝しちゃったっていう、うん、怒ったの見たことない稲尾さんってもう伝説の人なのにでその監督が辞められて、はい、落合さんはその稲尾さんを慕ってたみたいでで自分はもう出してほしいってなったような記憶があるのそこはすごい絆で男気なの実は落合さんって俺流さって言うけどとんでもない話でタオさんに似てるとこもあって自分は自分っていう主張はちゃんとする方だから、はい、そういう風にわがままに取られるけど全然そうじゃなくて、うん、で俺可愛がってもらってるから知ってるじゃん落合さんを、はい、トレードみたいな、うん、したらなんと、はい、俺デブだから香川さんってもう亡くなっちゃったんだけど波翔っていう高校が大阪にあってで牛島さんと香川さんっていう、 もう名物バッテリーがいたの、はいで香川さんは南海北斎行って牛島さん中日行ってもエースですよになった球が速くてちっちゃいのに俺この間も牛島さんにさ去年の12月かな、はい、会って、はい、何かあっても感動するの牛島さんだみたいなその人がこのロッテへ来ると、ね、我がドイツリーグにで上川さんも左でもうこうやってさ串太いバッターだし、うん、上川だみたいな、うん、やっぱセリーグの人テレビで見てるから憧れなわけじゃん確かにそうなりますね平沼さんって方は、うん、清原が初めて乱闘してこうバット投げちゃって、うん、走ってってお尻でバーンってぶつかったシーンのピッチャーの方なのあそうだったんですね乗っててあ桑田さんは、まあ、あんまりこう、はい、俺もあんまり接点がない先輩だったんだけど、うん、このトレードが成立して落合さんはやっぱ中日で大活躍またされるで牛島さんもロッテをの投手陣を変えるぐらいの勢いがあったわけで平沼さん もう中日にいる時からはるかにロッテ来てもう花が咲いてペーンシュートみたいなインサイドパリーグにぴったりなピッチングされるっていうまあこのトレードがね俺がその現役時代の中では、まあ、衝撃的な一発目だったよね、はい、まだ19、20歳の俺には でその後日談があって、はいまあ、俺もちょっとライオンズでプロにこなれてきた時に内島さんがもうファームで調整されてることが多くなってたの、うん、でロッテ浦和球場だったんだけど、はい、その俺より先輩のバッターだったんだけど俺がキャッチャーやってる時にその人がバントしてきたわけ、はい、だから俺の邪魔をちょっとしたのね、まあ、上手に邪魔したのそれ技術だから、はい、守備妨害を取られない程度の邪魔をしたんだけど南船さんっていう先輩だったんだけどでその人俺で、まあ、セカンド放れなくてファーストアウトにしたんだけど二軍の球場なんかお客さんも少ないし、うんもうすぐ聞こえるの声がロッテ浦和なんかももうベンチとファーストめちゃめちゃ近いのね、はい、でアウトになってファーストアウトになって南村さんがベンチの前を通って、うん、ライオンズベンチが一塁側だからロッテ浦和って通ったら岡本光さんって今議員さんやってんだけどジャイアンツから来たその当時トレーニングコーチやられてたのでその光さんがほら南村よ汚いまで仕上がってこらって言ったらコウさんって全然年上なの南村さん俺の1個か2個ぐらいしか上じゃないと思うんだけどそしたら南村さんがうるせーとかって言ったのコウさんに向かって、はい、それでプチンって切れてだってこらみたいなこらとかお前汚れ真似したんだろ俺全然普通にああうまくやられちゃったなと思ったんだけどコウさんに対して文句言ったのが俺もプチン切れてふらーみたいになって乱闘になったので俺と南宗さん退場食らったの、まあ、その唯一その退場なんだけど、はい、そのロッテ浦和の球場って三塁側とこう三塁側のちょうどこうバックネットの方からこう出てってすぐ左にこうクラブハウスがあるのね室内とか一瞬指導というか道路に出るんだけど、はい、俺気が収まらなくて退場になっても、うん、決着つけなきゃと思って、うん、寮にお互い退場からもうベンチ入れないから寮っていうかそのクラブハウスに文句言いに行こうと思ってドヤ、はい、ー走ってったの南海さんがドヤーって行ったの見えたから、うん、やろうと思ってドヤー行ったら内島さん、はい、玄関前でドーン立ってどうしたんだデブっていや南海さんの文句あんだって言わしなさいってなデブって俺の顔に免じて許しちゃってくれってどこの世界みたいなかっこいい牛島さん俺も調子乗ってんのドバーって言ったんだけど大変失礼いたしましたかっこ悪いよねただのチンピラだった普通怒っていいわけ牛島さんが今度自分のチームがやられるんだから、はい、俺はって言えばいいのにどうしたらいいの南村さんの文句あるんですよって俺の顔に免じて許しちゃってくれって頭下げられた時にてかっこよすぎかっこいいですねそういうだからもう本当セプトパの
もう投手と打者だけど、はい、我々からすればもう伝説のそういう人間性の素晴らしい方々っていう、うん、後でねその牛島さんに関してはその時にすごい方なんだなって、はい、かっこいいなって思ったんだけど、憧れだった牛島さんっていう並小のピッチャーで中日でっていう人と、うん、まあ、そのピッチャーの人ね1対1でもいいぐらいっていうピッチャーなんだけど、はい、なんと1対4ってトレードがあるんだっていう。1対4ですもんね。ないでしょうよ4人作って上川さんもレギュラーだよ。そうですよね、うん、だからそういう、 もう世紀のトレードの俺のプロ野球生活でもう一個あるんだけど、それはまたね、はい、本人に聞いてみよう。あ、わかりました。本人に聞きに行く。あ、もうそのトレードは、まあるんですね、スペシャルな会が。これも世紀のトレードですよ。まさかまさか、俺巨人の時、はい、ということは、これを楽しみにしてもらって、はい、今日は締めさせていただきたいと思います。はい、正規のトレード、そうですね、内田さん対このロッテの内島さんと4名合わせて4名のねトレード、すごいトレードでした。はい、はい、ありがとうございまし た。この番組が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。